speaker today. Today we have Minato, a representative of the Animalism Party and NPO Animal Liberator. Minato is an animal liberation activist and vegan, and he identifies himself as an animalist. Based on the philosophy of animalism, Minato works on transforming society from one that benefits the powerful to the one that honors the dignity of all beings. The title of his workshop is Comparing the Western and Japanese Approach Against Dolphin Hunt, and he will be discussing the pros and cons of Western intervention to the dolphin hunt and how Japanese activists can integrate the pros of the Western approach and develop a new approach that fits Japanese specific cultural and social context. So without further ado, please welcome Minato. それでは Meguro-san, よろしくお願いします。こんにちは。今日はですね。ですね、イルカ漁における西洋的活動と日本的活動の開発というテーマでお話しさせていただきます。で、私の名前はですね、根黒ミネトと申します。で、政治団体アニマリズム党の代表と NPO 法人動物解放団体リブの理事をやっております。で、なぜこの2つの団体を作ったかといいますと、この2つの活動をするためです。で、1つがですね、市民活動、もう1つは政治活動になります。で、市民活動なんですが、これはその動物を守る分野においては、その個別の分野ごと、あるいは動物種ごとに、守る活動が主です。で、一方政治活動というのは、その動物を法律を裏付けとした権利による保護をするために、そのために、行う活動になります。あるいはその動物を守る活動の、その市民活動のバックアップということをすることになります。で、私はずっと市民活動をしてきたんですが、これだと、個別の分野は解決に向かうかもしれないんですが、社会全体を変える力にはなり得ないと思いまして、政治団体も作りました。ですので、現在はその市民活動と政治活動の両面から動物を守る活動をしています。で、今日はですね、まず結論からお話しさせていただきたいと思います。今日のプレゼンはですね、この最終的なここにたどり着くための、プレゼンになります。で、その結論はですね、西洋的価値観で行われる活動には、ポジティブな面とネガティブな面がある。で、私たちは西洋的活動を参照しつつ、自国自文化の価値観や社会を分析し、活動手法を開発し、情報収集、分析、目標、戦略、実行、評価のフローに基づいて先に進むというものになります。で、今日扱う問題は、イルカにまつわる問題です。で、イルカの問題はですね、日本で最も複雑に絡み合った動物問題と言えると思います。まあ、日本の本当特有の問題ですね。まあ、ですので、この AACA のテーマにぴったりの題材だと思って、このイルカ問題を取り上げさせていただきます。で、最初にこのイルカ問題の大きな構造っていうものをまず共有したいと思います。で、今この見えている図がですね、イルカ問題の全体像の概要になります。一つ一つ見ていこうと思います。まず、イルカがいます。で、イルカを搾取するイルカ産業があります。で、イルカ産業っていうのは主に、イルカ漁と水族館になります。で、そのイルカ産業にお金を落とす消費者がいるわけですね。で、この三角形の関係でお金が、資金が回っている状態、になります。で、その犠牲となっているのはイルカであるということですね。で、イルカを守る側の人々で、イルカを守る側の人々は、国際社会、あるいは欧米の活動家、日本の活動家から成り立っています。で、彼らはそれぞれその
自分なりの価値観だったり思想を持ってイルカを守りたいと思っています。で、一方、イルカ産業を守る側の人々がいます。で、彼らもそれぞれの価値観や思想に従ってイルカ産業あるいはイルカ業を守ろうとしています。で、そのプレイヤーには政治家、官僚、学者、マスコミ、右翼、愛国者といった人々がいます。彼らは、自国の文化だったりとかそのプライドだったりを守るために、活動しています。で、実際はですね、そのこの前の、イルカ産業だったりイルカ漁水族館あるいは消費者っていうのは特に水族館と消費者ですがこのまるでこの問題に関わってないような顔というかですね立場を取っていますが実際はその彼らが経済ビジネスを回すためあるいは娯楽を楽しむためにこの問題が起こっているという根幹になります。で、彼らを、そっちのけと言いますか、彼らをがまるでいないかのように、我々は動物、イルカ保護側とあるいは日本の文化プライドを守る側が対立をしていると。これがイルカ問題の大きな構造になっています。で、今日のお話の流れなんですが、まずイルカ業の概要についてお話しさせていただきます。イルカ業はどのように行われるかということですね。で、次に、活動の現状をお伝えします。で、その次に、西洋的価値観に基づく二元論的活動という、現状の活動の分析を行います。で、次に日本的価値観と日本的活動の開発ということをお伝えします。で、最後に以上を踏まえた、我々動物解放団体リーブの事業方針をお伝えして、最後に、Q&A を行います。では最初にイルカ業の概要からです。で、日本のイルカ業が有名になったのは映画ザ・コーブという映画から有名になりました。で、お聞きになっている皆さんの中にも、ご覧になった方もいると思いますがもしまだご覧になってない方はぜひご覧いただければと思います。日本人の目からすると、問題がある点もあるにはあるんですが、問題の一番大事なところは、イルカが殺されているということですので、その殺されている現状っていうのを知るには非常にいい映画だと思っています。で、まずですね、日本の捕鯨は4種類あります。で、それぞれの捕鯨に捕獲対象種がいるということになります。で、もし知らない方がいるかもしれませんので一応お伝えしますと、イルカっていうのは、クジラなんですね。で、大人になって5メートル以下のイルカのクジラのことを慣習的にイルカと呼んでいます。なのでクジラとイルカは同じものになります。で、まず母船式捕鯨なんですが、母船式捕鯨っていうのは、かなり巨大な船を、大体3隻のチームで、沖合に出かけてって、そこでクジラを取る漁になります。なので、捕獲するクジラも大きいクジラになります。で、この中でですね、一番上のクジラ、これイワシクジラというクジラなんですが、これはですね、IUCN のレッドリストで、エンデンジャード、かなり危機的な状況にあります。あるいはそのワシントン条約の附属書1になって、ちょっとごめんなさいね、音がおかしくなっちゃって。はい、
そうそう、どこか分かんなくなっちゃったんですが、イワシクジラか。イワシクジラの問題も、まあ、ここでは扱わないですが、非常に重要な問題です。はい、これに取り組む日本人が今現状いないのは非常に問題な状況ですね。で、次が、小型捕鯨、という捕鯨があります。これの捕獲対象種は5種。まあ、これもまあ問題がある量になっています。で、イルカを追い込み漁とイルカ付き棒漁があります。で、イルカ追い込み漁の捕獲対象種は9種。イルカ付き棒漁はそれにプラス2種になります。で、イルカ追い込み漁はの目的は、食用と水族館への販売用になります。で、イルカ付き棒漁はすべて食用になります。で、イルカ追い込み漁の捕獲対象種なんですが、イルカが5種類、ゴンドウ系が4種類になります。で、イルカっていうのは、その、フンっていうんですが、この口の尖ってる部分、これがあるものをイルカと呼んでいます。で、日本ではゴンドウというんですが、この頭が丸いイルカあるいはクジラのことをゴンドウと呼びます。でですね、まあ、ちょっと余談というかですね、そのもしクジラだったりイルカをあまりこう知らない方々はぜひいろいろ調べてみていただけるといいなと思ってます。っていうのはですね、そのみんなこうパッと見ると、まあ、形が違うだけですが、まあ、それぞれの種で性格が違ったりとか、その生態が大きく違ったりとか、かなり高度な振る舞いを見せたりとか、本当に面白い、動物です。本当に神秘的な動物ですね。ぜひ知っていただければ。クジラって世界で、まあ、84種類前後いるとされてます。それら全部が特別な存在ですので、ぜひ、まあ、全ての動物がもちろん特別な存在なんですが、まあ、ぜひ調べていただければ嬉しいなと思っています。で、これが、これが、まあ、イルカ漁の様子になります。で、このようにですね、イルカが12隻ほどで、イルカを沖合から追い込んできます。この手前で小さくジャンプしている、点みたいな黒い点ですね、これがイルカになります。で、この船はかなりの轟音を出してるんですね。鉄道管がありまして、それで轟音を出して音の壁を作って、音の壁でイルカを追い込んでくるような量になってます。ぜひ太地町に行く機会があったら、イルカ後でお伝えするんですが、イルカ漁調査ガイドを見れば自分で行けますので、ぜひ見ていただきたいなと思っています。で、まあ、この時、これ私が撮影した、これ実際は動画なんですが、YouTube に載ってます。で、この時はカズハゴンドウという、イルカが捕まってしまいました。この図でいうところのこれですね。で、このカズハゴンドウが捕まってしまいました。で、これが捕まった様子ですね。で、カズハゴンドウっていうのは特徴はこの口の部分、ここが白いんですね。なので捕まるとすぐ分かります。あ、カズハゴンドウだなと。で、この時はですね、カズハゴンドウっていうのは基本的に水族館には売りませんので、すべて食用として殺害されました。で、イルカ漁のフローなんですが、あ、イルカ追い込み漁ですね、のフローなんですが、まず1番です。で、このように船でイルカを湾に追い込みます。で、湾に追い込んだイルカを、洗濯する作業に入ります。で、この洗濯する作業は水族館に売るイルカと殺して食べるイルカに分けます。で、この洗濯する場所には
ですね、もうすでに撮影できないようになってるんですが、イルカトレーナーだったりとか水族館関係者っていうのが来て、イルカ漁師と一緒に洗濯をします。なので、イルカトレーナー、日本のイルカと、少なくとも日本のイルカトレーナーっていうのは、イルカたちがこのような場所から連れてこられているってことを知っているということです。で、水族館に売る用のイルカなんですが、どういうイルカが選ばれるかといいますと、若くて肌のきれいな、人間で言ったら中学生か高校生ぐらいの、女の子になります。でそういうイルカを水族館がなぜ欲しがるかっていうとですね、そのまずおとなしくて従順であるということなので芸を仕込みやすいんですね。でその上に子供を産めるということ、あるいはすでにお腹に子供がいるということです。なので水族館で繁殖すればタダで商材が手に入るんですね。なので、女の子のイルカ、特に肌の綺麗な子は、その民間の、有名な水族館に売られていきます。まあ、動物の搾取は全てそうなんですが、もう基本的には女性の機能、女性性を搾取するのがベースになっています。で男の方イルカはあまり需要がなくてですね、数は少ないし、安く、売られています。でそのように、捕まったイルカっていうのはその後トレーナー、イルカトレーナーにトレーニングされて、日本中あるいは世界中の水族館で一生監禁されて、芸をする、そして人間を楽しませるという運命を送ります。で一方、殺されたイルカなんですが、殺されたイルカはそのすぐ後に港に運ばれまして、そこですぐ解体されます。で解体されてパックされて、あるいは肉の塊にされて、もう翌日には日本中の市場で売られています。でですね、まあこれで言いますと、こっちのイルカを食べるっていうのは確かに文化、日本の文化でした。まあイルカを食べる文化っていうのは世界中にあるんですが、日本でもそういう文化が実際にありましたし現在もあります。しかし一方、この水族館に、世界中の水族館に売るっていう文化などはそもそもないわけなんですね。まあそこも多くの人々に伝えていく必要があるテーマになっています。で、大体半分が国内の需要に応え、半分は輸出されているようです。で、一番買っているのが中国になります。で、これはですね、2009年から2014年に輸出されたイルカの数になります。で、中国はバブルでしたので、水族館が次々とできたんですね。そこの需要に応えるために、中国にどんどん輸出しました。で次が、まあ、意外なんですがウクライナになります。でその次が韓国、ロシア、でその他サウジアラビア、マレーシア、ベトナム、アメリカ等々になります。で、特にですね、ウクライナとアメリカに売られたイルカの一部は軍隊に買われたという話があります。でなぜ軍隊がイルカを買うかというと、その湾に入ってきたスパイを見つけたりとか機雷を見つけたりとか、そういう軍事利用の目的としてイルカを購入したと、言われています。でですね、このイルカ業にまつわる、主な論点を整理しようと思います。でこの図はですね、こちらが反対派、イルカ業反対派、あるいは水族館反対派、逆に言うとイルカ保護派になります。でこちら側がイルカ利用の賛成派になります。でまず最初にイルカへの態度を見ますと、イルカ保護派はイルカが基本的にはもうイルカがかわいそうっていうのが本音
一番深い部分にあると思います。で、一方賛成派っていうのは、家畜を食べている人々がイルカを特別視しているというふうに彼らは思っています。で、生息数に関してはイルカ保護派はイルカは減ってきていると思っています。で、一方賛成派は生息数に配慮して漁を行っていると、主張しています。まあ、ただ実際にですね、毎年毎年捕獲数っていうのは減っているので、まあ、イルカ保護派の方が正しいのかなと思っています。で、伝統文化に関してですが、イルカ保護派は、水族館への販売や高速船で行う漁というものは伝統文化ではないと主張しています。一方、賛成派は日本各地で行われてきた伝統文化であると。で、文化の対立です。で、イルカ保護派は文化より倫理の方が大切であるとしています。賛成派は、まあ、彼らの対象というのは主に西洋人なんですね。西洋人はこれまで他国を侵略し、自分たちの価値観を押し付けてきた。イルカ問題、捕鯨問題は植民地主義的であり、価値観の押し付けであると、日本の賛成派は主張しています。で、さらに、一番コアのところを言いますと、我々、イルカ保護派っていうのは倫理や環境の問題であると主張しています。で、一方賛成派は文化、植民地主義、差別の問題であると主張しています。つまりですね、その話してるテーマがすれ違ってるんですね。主張がすれ違ってるんです。なので噛み合わないわけですね。これはずっと噛み合っていません。で、また賛成派は特にそのメディアだったりとかは、あと産業側のプロパガンダっていうのは、意図的にその反対派の主張を無視しています。例えば先ほど言ったように、その家畜は食べて良くてイルカはダメなのかっていう主張を永遠繰り返すんですが、おそらく彼らは我々そのビーガンは、土地もダメだっていうことを知っていながら、そういう主張を繰り返している面っていうのもあると感じています。で、次に活動の現状についてお伝えします。まず、太地町ですが、日本のここの部分になります。まあ、陸の孤島と呼ばれるように、どこからも遠くて非常に不便な場所になります。で、実際の太地町というのはこういう場所になります。で、太地町で捕鯨が始まったのは1600年頃なんですね。で、その頃に捕鯨が始まりました。で、現在人口は3000人を切ったと思います。なので非常に小さい町ですね。で、この太地町民の名字、その名字には捕鯨にまつわる名前がとても多いんです。なのでずっと昔からその捕鯨をやってきた人たちの子孫が今でも住んでいる場所ですね。なのでとてもそのプライドを持っています。太地に行けば分かりますが、まあ、太地の人たちって非常に、まあ、普通にいい人たちなんですよ。優しいし素朴だしっていう場所、あの人々なんですが、まあ、太地町の性格っていうのは日本でも非常に特徴的な性格を持った町ですね。太地町のような町っていうのは他ではあまりないんじゃないかなと思っています。で、活動に関してです。で、活動に関しては、日本で活動が始まったのは1970年代のようです。その時はですね、ほとんど2人で活動していたみたいですね。で、そこから、徐々に人が増えていきました。で、2000年のザコーブ、違います、2000年代に、シーシェパードだったりとかドルフィンプロジェクトが太地に来るようになりました。で、そこでその彼らはそのイルカのが捕らわれた網を切ったりだったりとか、漁師だったり町の人に圧力をかけるという活動をし始めたということになります。で、2009年にザ・コーブが公開されました。で、イルカ漁を知る日本人、また世界の人々が増えたわけですね。
で、けど一方それを見た、ナショナリストだったりとかは、我々日本人のプライドを傷つけられたと思ったわけですね。なので、そこから右翼だったりナショナリストがこの活動に、カウンターをかけるようになりました。で、現在なんですが、日本人の関心は高まっているかというと、まあ、細々、徐々に、関心は高まっているような感じはします。で、活動家の数っていうのも徐々にではありますが、増えつつあるという状況にあります。で、現在、日本人が行っている活動っていうのは、まあ、こういったデモだったりとか、パネルアクションですね。あるいは、はがきをその水産庁に送ったりとか、太地町に送ったりとかする活動。あるいは、このように、イルカ漁をウォッチして世界中に伝える活動が行われています。はい。ではですね、次に、じゃあ、この活動、現在日本で行われている活動を分析していきたいと思います。現在日本で行われている活動っていうのは、西洋的価値観に基づく二元論的活動、これがメインだと思います。で、まあ一部その西洋的価値観に基づく活動っていうものを批判的にも、論評するんですが、まあこれはより有効な活動のための、まあ、客観的な観察であり考察であるっていうことを、まあご承知おきいただければなと思っています。で、ここで言う二元論的活動っていうのは、まあ、非常に雑白な切り口、分析になるんですが、まあ、非常に大事な視点だと思いますので、お伝えさせていただきます。まず、二元論というのは、ここでは正義と悪という二元論になります。正義側の活動をしている人々はヒーローであると。一方、悪側の人はデモナイズで悪魔化されるということになります。で、これはですね、分かりやすく言いますと、ハリウッド映画の構図になります。で、ザコーブだったり、そのシー・シェパードの活動の見せ方だったりもそうなんですが、その自分たちは正義である。正しいことをしている。けど、一方、自分たちがアクションをしている対象っていうのは悪であると、まあ、決めて、見せるんですね。で、デモナイズっていうのはどういうことかっていうと、相手をデーモンにする、悪魔化するという、手法になります。で、これはもう昔からよく行われてきた手法で、とても効きます。例えば、ナチズムですね。あれも、自分たちが嫌いな人々を悪としました。で、第二次世界大戦もそうです。日本人はアメリカ人をデモナイズして、アメリカ人は日本人をデモナイズして、戦争をしたと。で、相手を非人間化して、悪魔化することによって、人間っていうのは何でもできてしまうんですね。殺すことだって厭わなくなってしまう。で、それが非常に機能したのが、最近で言えば、ルワンダの虐殺です。で、あれも長い時間をかけて、敵をデモナイズしていったんですね。それを、で、あるきっかけを作って、そこから一気に殺戮が始まったんです。で、これもいい映画がありま、ルワンダの涙という映画があるので、ぜひ見ていただければとても参考になると思います。で、こういった二元論的に物事を捉えるプロパガンダをすると何がいいのかと言いますとですね、その敵に対してヒロイックな行動をとることが受けます。わかりやすいからですね。なので、その潜入をかっこよく見せたりとか、網を切ったり、捕鯨船への攻撃をかっこよく見せたり、そういうことが有効になります。で、そういう手法で見せたザ・コーブだったりとか、シー・シェパードのドキュメンタリーだったりとかが、決定的に日本人を、このイルカ活動に対して敵対視する、素地を作りました。当然、我々日本人っていうのは、もう悪であると決めつけられましたので、当然気分が悪いし、それに対しては反発するわけですね。なので、動物、イルカを解放しようとする活動が、逆に、その解放を、
させないことを強化してしまったという側面があるということですね。で、じゃあ次に具体的にポジティブな効果とネガティブな効果、まあ一部ですが見ていきたいと思います。はい。で、まず、ポジティブな効果ですが、問題を単純化し理解しやすい。次に支援者と資金獲得に有利。まあ分かりやすいので、人々は正義の方に資金を与えたいと思いますので、大量の資金が流れ込みました。西洋社会に共感者や支援者を増やすことにも効果がありました。そして、世界的に知られるようになったということが、まあポジティブな効果ですね。で、一方、ネガティブな効果です。で、まず理解しやすいことは多くの場合真実を取りこぼしているということになります。あるいはストーリーが優先され現実がないがしろにされる。悪とされた人々の心や立場を無視してしまう。対地町民のプライドを壊した上で札束で頬を叩くようなことをした。で、これらのことをしてしまったので、彼らは西洋人による差別だったり植民地主義的な態度あるいは価値観の押し付けと捉えてしまったわけですね。で、もう一方、ネガティブな効果がその彼らがやった手法を逆にうまく利用されてしまったという側面です。でこれはですね、イルカ産業だったり捕鯨産業がその構造自体をプロパガンダに利用したということになります。で正義と悪図式を使って、まあ、つまりそれを逆にすることですね。我々が実は正義であって向こうが悪であるという、図式を使って愛国心を喚起しました。で、まあよく、はい。で、まあ本質、まあ我々にとっての本質っていうのはイルカを守る。ことですね、その文化対立ではなどではないわけですが、その本質を隠して差別や文化論に論点をすり替えさせることをしてしまった。でもう一個はイルカ業用語、まあ捕鯨用語もですが、まあ、それは愛国的な態度であるというふうなイメージを持たせたということですね。で、まあ、そのことによって、まあ、これはですね、このイルカ業用語あるいは捕鯨用語は愛国的であるっていうこの、概念っていうのは、これは広告代理店を使ってプロパガンダが行われています。で、これの記録は残っていて、どのように、プロパガンダをやっていたかっていうのが分かっています。で、それが非常にうまくいきまして、日本の政党与野党すべて捕鯨を堅持、イルカ業師や捕鯨擁護派の衣装をより強固にしました。で、一般人まで普通の人々、まあ普通の人々はほとんどこのイルカ業とか捕鯨の裏側っていうのを知らないまま知らないんですが、まあ、捕鯨イルカ業に関しては賛成派、つまり愛国者として振る舞うことがいいというふうな空気感があります。で、ゆえに現在でもイルカ産業が存続しているということになります。で、日本人がその愛国心を発露する場面っていうのはあまりないんですね。我々は敗戦国なので、愛国心を出すと諸外国からこうバッシングを受けるわけです。なので、愛国心を出す機会っていうのは、まあ、子供の頃からあまりないんですが、私が思っているのは唯一サッカーの試合、オリンピック、あと捕鯨。この3つぐらいが自分は愛国者であるという表現できる機会であると、思っています。で、もう1個ですね、この問題を考えるときにいつも思い出すのがハリウッド映画とウルトラマンなんですね。で、まあ、ウルトラマンって外国でどれほど放映されたかわからないんですが、まあ、正義の味方が悪を倒すという、ストーリーなんですが、で、ただハリウッド映画とは決定的に違うところがあります。で、これは何かっていうとですね、ハリウッド映画っていうのは正義と悪がはっきりしてて、
で、正義は、まあ、いろんな困難を乗り越えながら最終的に悪を叩き潰すという構造になりがちです。で、一方ウルトラマンっていうのはそうではないんですね。最初のスタートは怪獣が出てきて、人々を苦しめます。で、ウルトラマンが出てきて助けようとするんですが、その物語が展開しているうちに、もう圧倒的な悪だと思っていた怪獣っていうものが、実はその怪獣を生み出したのは我々正義だと思っていた側の、怨念だったりとか、自然への破壊だったりとか、まあ、そういった我々自身がその怪獣を生み出したっていうことがだんだん明らかになってくるんですね。なので、そこで正義と悪の境目がだんだん曖昧になってくるというストーリー立てになっています。で、ここがこの活動にも非常にまあヒントになるというかですね、象徴的なことだなと、考えています。で、次ですが、二元論的アプローチの活動への弊害なんですが、ここでは、敵対的な二元論的アプローチっていうのはですね、敵対的で感情的なアプローチになってしまいがちです。なので今回はですね、敵対的アプローチと感情的アプローチに分けて見ていきたいと思います。で、敵対的アプローチというのはですね、これの敵対的アプローチの弊害ですねは、まあ、ヒーローになりたがる活動家が出てきてしまうんですね。それがいいと思ってしまうということです。で、そうなるとですね、事態の客観性を失ってしまいます。で、そうしますと地元民や警察や一般の人々と対立する、あるいは相手の価値観だったりとか立場を無視してしまうということで、それは当然いい効果を及ぼさないですね。で、もう一つ、まあ、これはまあ、よくいる活動家だと思いますが、自己実現型あるいは承認欲求型活動家と呼んでいますが、動物や活動自体を自己実現のツールとして利用してしまっている、活動家ですね。つまり目的も見失っているという活動家になります。で、当然ながらこれは無自覚で、行われています。で、最後に村化ですね。村化というのはその狭い価値観の中で、固まってしまうと、そこだけのルールだったりとかが作られてしまうということなんですが、そこの村化した中で排除だったり対立だったり、まあ、ひどい場合だったらパワハラだったりセクハラだったり、まあ、裏で動物虐待をしている団体っていうのもありますよね。まあ、そういったことになってしまうということになります。で、感情的アプローチの活動への弊害なんですが、感情的アプローチは個人の変革は促します。個人の変革を促すために非常に有効なツールになります。で、一方、社会の変革っていうのは難しい。で、もう一個、目的を見失いがちになってしまいます。で、当然ながら計画性と戦略性に欠けるということになります。で、まあ、感情っていうのは、あくまで我々活動家にとってはですね、ツールであって、自らが埋没するものではないというふうに客観的に捉えることが大事かなと思います。まあ、ちょっと批判的に展開してきましたが、しかしそのどんな活動であれ活動の多様性は必要だと思っています。つまり一見この活動はどうなんだろうと思う活動であっても、もしかしたらうまくいくかもしれないっていう可能性は秘めなんですね。まあ、そもそもいろんな人々が自分がこれがいいと思っているやっている活動を止めることはなかなかできません。なので、我々の立場としては、あらゆる状況、それは有利な状況、不利な状況があったとしても、あらゆる状況を自分に有利に転換してしまうアイデアを持って、それを実行するっていうふうな、そういう、柔軟性だったり強さというものが必要になってくる。
と思っていて、我々はそれを心がけています。では次にですね、すいません、1個言い忘れたんですが、じゃあ敵対的アプローチに関してはどういうふうに、我々は私と言ってもいいんですが、どういうふうに考えているかというと、反面教師として捉えています。そのやり方でうまくいかなかったら別の方法を考えればいいわけですね。なので、表現を戦略的にするだったりとか、自分たちは違うんですよと、違うっていうふうなアプローチの仕方をしながらターゲットに、働きかけるということをやっています。で、感情的なアプローチに関しては、先ほど言いましたように感情はツールとして使うとしています。で、もう一個はその感情的アプローチと論理的アプローチがあるとしたら、論理的アプローチをより強化していく。日本の活動はですね、感情的アプローチの方がはるかに今、多いんですね。なので論理的アプローチを強化していくことが必要だと思って、それをやっています。はい。で、次に日本的価値観と社会システムになります。はい。この図はですね、価値観を、5つに分けました。宗教観、自然観、文化、コミュニティ、正義と悪ですね。で、こちら側が二元論的価値観で、こちらが日本的価値観を対比的に、対比しています。で、どれだけ違うかっていうのを見ていきたいと思っています。で、まず宗教観なんですが、二元論的価値観は、一神教、これも雑白な分け方なので、ご承知おきください。宗教観は一神教であると、父系の宗教であり、いわゆる砂漠の宗教であるということ。一方、日本は多神教であり、母系の宗教、いわゆる森の宗教であるということですね。ここも非常に大きい問題だと思っています。で、自然観に関しては、神に支配を任されたもので、日本の場合は八百万の神、すべてに神が宿っているという、考え方ですね。これも一見なんかこうロマンチックでいいものに思えるんですが、これが活動においてはネガティブな方向に働いているということも多々あります。で、文化に関してはローコンテキスト文化で、日本はハイコンテキスト文化です。で、これはどういうことかと言いますとですね、ローコンテキストっていうのは、すべてを言語化しないとお互いわからないわけですね。自分はこういう価値観を持っている、自分はこれが好きだ、これをしてほしい、これをしてもらったら嫌だっていうのをすべて説明するのがローコンテキスト文化になります。で、日本はハイコンテキスト文化と言われてまして、何も言わなくても大体わかるでしょうっていう、その歴史が長い国にありがちなんですが、みんな大体同じような価値観を共有しているので、ちょっとした振る舞いだったりとか、ちょっとしたこの言葉の裏側の意味を読むことに長けているので、あまり言葉がいらないでもコミュニケーションできる、それがハイコンテキスト文化になります。で、コミュニティですが、これは分断と多様性になります。で、一方、日本的価値観は融合と一体性、つまりですね、その分断があるから多様性があるわけですね。その人それぞれが違うから多様性を認め合うわけです。で、一方、融合と一体性は、大体みんな同じでしょうっていう風になってるので、融合と一体性があるんですが、これが逆に同調圧力だったりとか、そういうことにも発展していくものです。で、正義と悪なんですが、正義 vs 悪で、日本の場合は誰しも自分の中、あるいは社会の中に正義と悪の要素があるというふうな考え方になります。で、次、社会システムですね。社会システムに関して、日本的価値観と二元論的価値観を対比していきます。で、社会に関しては、人間関係、社会的関係、社会変革、法律、進め方、事業の
進め方等ですね、に関して見ていきたいと思います。で、人間関係は横の関係です。誰しもがこう横でつながっている、で、日本の場合は上下でつながってるんですね。日本の場合は例えば年齢だったり性別だったり社会的な立ち位置、家柄だったり、兄弟だったりとかで細かく上下が、無意識的に規定されています。その中で関係が成り立ってるんですね。で、ゆえに社会的関係は、横なので契約になります。で、日本の場合は上下なので年功序列 になります。年功序列っていうのは年齢だったりとかその組織にどれだけ長くいたかによって序列が決まる仕組みですね。で、社会変革に関しては社会変革っていうのはその社会が大きく変わること時にどのように起こるかという意味なんですが、例えばそのいろんな人権を獲得した革命などを見てみますと、その論理で詰めてってそのコミュニティとか社会の内部から変えていこう、内発的に変化が起こっていく。で、一方日本っていうのは空気に支配されていて、空気が物事を緩やかに変えていく、あるいは外圧、その外国からの圧力によって初めて変わるという、なかなか変化しにくい国になります。で、法律についての考え方、これも非常に大きな問題なんですが、まあ、ここは、そうですね、法律より正義の方が優位であるという考え方ですね。なので法律が間違っていれば、法律が正義でなければ法律を変えるべきだとなるわけです。一方日本的価値観というのは法律の方が重要視されるんですね。で、いくら正義の行動であってたとしても法律に基づいていなければそれはダメだよねというなってしまうのが日本人の法律の考え方になります。で、物事の進め方に関しては、その交渉で、進めていきます。一方日本というのは根回しで進めていきます。で、根回しっていうのはその交渉の場があったとして、その交渉の前にあらゆるステークホルダーにこういう結果にしましょうねってもうすでに決まってるんですよ。で、一個一個関係者の了解を取っていく。で、最後の交渉の場っていうのは単なるセレモニーだけで、そこでは決まったことが確認されるという流れなんですね。なので、おそらくですが、そのどっかの外国の団体が日本の行政に行って交渉をしたとしても、で、そこで交渉が行われると思っていると思うんですが、それは違うんですね。もう実はもうとっくに結果は決まってるんですよ。答えは決まってるんです。なので交渉の場っていうのはセレモニーだ。それぐらい認識っていうのは違うわけですね。で、あと一個ですね、その日本の上下関係 と、正義より法律の方が優位であるっていうものがどこから来てるかというとですね、これは日本ではその政治家だったりとか、行政だったりとかをお上、上の者っていう言葉があるんですよ。で、これっていうのはその昔から日本の体制っていうのは、まあ、天皇がいて、で、天皇の下に実質的支配者がいて、その実質的支配者が民衆をコントロールするっていうこの3層になってるんですね。で、なのでその責任の所在がよくわからないんですよ。で、かつ、それなりに日本っていうのはその支配層がうまくコントロールしてきたところがあります。なので、ある種の信頼感があるわけですね。お上に任せておけばうまくやってくれるであろうという信頼と期待感があるんです。故によくわかんないけど法律は守っておこうっていうマインドになるということですね。で、次に、日本的社会システム
を概観しようと思います。で、日本的社会システムは日本語で、政官財学法法防省と呼ばれます。で、これは何かと言いますと、ここですね、政治官僚学術界法律、報道暴力反社会勢力だったりとかヤクザだったりとかになります。で、この図はですね、このイルカとかクジラをどう搾取しているかっていう構造を図示化したものなんですが、まずイルカを、イルカ産業と動物消費者が搾取しています。で、その搾取構造を政官財学方法が支えているという図になります。で、これはまあ、イルカにしましたが、これは動物産業すべてこの構造、日本ではこの構造になっています。なので、この一つ一つに関してすべて分析する必要があります。特に分析が必要なのは、まあ、当然ながらこの動物産業と消費者になります。で、ここを分析することによって活動におけるターゲットを明らかにしたり、戦略設定に、より正しい戦略設定ができるということになります。なので、そのターゲット彼らの価値観が異なれば、当然こちら側のアクションというものは変わってくるわけですね。なので、その情報収集と分析が間違っていれば、その次の目標が間違って、当然戦略も間違って、望むゴールは手に入らないということになりますので、ここにおける情報収集と分析が非常に重要だということになります。故にですね、その西洋的活動の場合は、ここの分析が十分にできてない状態なんですね。なので、うまくいかないんです。だから最初の時点でもうすでに間違っているということになります。で、じゃあその私がどのように、進めていったかということを少し共有したいと思うんですが、まず最初にそのイルカ産業、まあ、これ実質は動物園水族館産業の情報収集から始めました。で、どうやってやったかって言いますと、まずその日本中すべての動物園と水族館を、実際に現地まで行って回りました。大体10ヶ月ぐらいかかったんですけども、動物園を155施設、水族館を124施設、その他4施設の計283施設を、すべて調査してきました。で、太地町に関してはですね、3年前か4年前ぐらいから毎年行っています。で、その結果、その情報収集したものを分析しました。で、その分析はどのように活用できるかといいますと、問題把握、あるいは産業の構造の把握、あるいはそれに反対する人々のネットワークを構築する、あるいはターゲットの弱点を見極める、目標戦略の設定で、当然ながら場所場所で写真とか動画を撮りますので、発信用コンテンツの獲得ということができます。で、次にマーケット分析になります。ここはですね、まだちゃんとできてなくて、課題なんですが、分析項目例として、イルカ産業のマーケット規模、要はいくらのお金で、回っているかということですね、あるいは何人がそこに関わっているのかといった、その市場の調査になります。で、捕鯨産業のマーケット規模、ステークホルダーの可視化、あとお金の流れの可視化が必要であると。で、それが何に活用できるかといいますと、ターゲットの特定、あるいはターゲットの規模感、解決までの時間の、まあ、測定、事業立案活動成果を測る指標 KPI ですね、等に使えるということになります。で、次にターゲット分析ですが、まあ、これはいろんな分析の仕方があると思います。で、
まあ、イルカ産業に関しては一番、こちら側ですねにイルカ産業があります。で、水族館ファンだったりとかイルカを食べてる人々、まあ、これは少ないので書いてないですが、がいます。そしてほとんど何も知らない人々が大多数を占めます。で、イルカに哀れみを感じているが、動いていない人、あるいはよく知らない人々がいて、我々イルカの味方がいるということになります。で、こういうターゲット分析した場合に、そのやりやすいところからアプローチしていくことが必要であるということで、やりやすいところはまあここら辺の範囲ですね。特にここら辺がアプローチしやすいところになります。で、かつ、例えばイルカ産業だったりとか水族館ファンにアプローチするならターゲットごとに別の施策を取るべきですね。なので、ターゲット分析をする必要があるということになります。で、かつ特にこのイルカに哀れみを感じている人々に関してはより詳細な分析が必要になるか必要になります。で、それは性別、年齢、職業等など属性を絞り込むことにをする必要があります。はい、で、その他、ここからはですね、その他分析する事項ですね、をちょっとお伝えしたいなと思います。で、活動がうまくいかないとか、行き詰まっているだったりとかっていうことに陥ることっていうのは、まあ、あると思います。で、そういった場合はですね、その次団体を分析すると良いと思います。で、つまり自分、さっきのフローがありますね。あれを自分たちの団体に適用すると。つまり次団体の情報収集をして、分析をして、目標を立てて戦略を作るっていうことを次団体に対してやるということになります。で、その際に、まあ、何らかの指標だったりが必要なわけですね。なので、その時に使えるのが、このフレームワークになります。これはビジネス系のフレームワークなんですが、まあ、非営利活動にも非常に有効なツールです。で、我々はですね、まあ、まだできてそんなに経ってないんですが、まあ、2年とか3年ごとに、はやるようにしています。フレームワークの例なんですが、これネットで探せば出てきますので探してみてください、SWOT 分析、7S 分析、戦略ツリー分析、ステークホルダーピラミッド、ドナーピラミッド、こういったものを使います。で、こういったものを使って自団体を分析して、で、それをどうやって活用できるかといいますと、自団体の得意分野の特定だったり ボトルネックの発見、事業組織財源の成長、中期計画の策定等に、活用できます。で、こちらも、その他分析すべき事項なんですが、他団体や活動家の分析です。分析項目としては、団体リストを作る、それは国内外もですね。で、その団体が扱っている分野で、活動手法をどのようなものを行っているか、で、あるいは組織や財源の規模ですね。で、それを、出した上で、次団体と比べる、つまり、そのポジショニングマトリックスですね。この縦横で、まあ、いろんな縦横の指標がありますが、そこで次団体の特徴を特定していくということをしてみるのもいいと思います。で、これの活用、どう活用できるかといいますと、扱うべき分野の特定、つまり手薄な部分、の特定に使えます。例えば日本で手薄な分野といいますと、魚だったり虫だったりするわけですが、そこの手薄な分野っていうのは誰かがやるべきなんですね。なので、その私は団体を立ち上げるときに手薄な分野をやろうとしていました。なので、ただ他の団体が出てきたら既存の団体じゃなくて手薄な分野をやれば、より効率的に全体的に動物の解放っていうのを進められるので、こういうことをした方がいいと思っています。で、次に団体的な成長の指標にも使えます。あるいはその他団体、いろんな団体があって、それのいい点、悪い点を洗い出して参考にしたり、あるいは反面教師にしたりすることもできます。あるいは何らかの事業を行うときに、組むべき相手の特定にも使えると
ということになりますね。はい。で、最後にですね、以上を踏まえた日本的活動の開発ということなんですが、これは、我々動物解放団体リブの事業方針の共有となります。まずですね、日本的活動の基本的態度ですね、これは、いろんなものを見た上でこういう基本的な態度を取った方がいいだろうということで、考えたものです。でこれが西洋的活動のポジティブな面と日本的価値観を融合させた日本的活動を開発実行するというものです。で具体的に言いますと、まずターゲットを敵としない、礼節を守る、謙虚に振る舞う、対立ではなく引き込みと融合、多様性のある人々を活動に引き込み、多様性のあるターゲットにアプローチする、つまりですね、そのある個人が言ったことだったり活動っていうのはある特定の人々にしか届かないわけで、違う価値観を持った人が活動に入ってくれば、その価値観に適応したターゲットにも届くようになる。つまり活動家側の多様性によってアプローチできる側、アプローチする側のターゲットの多様性、多様性のあるターゲットに効果的な活動ができるということになりますので、多様性のある人々を活動に引き込むことが重要であるということですね。で、先ほども言いましたが、感情は状況とターゲットによってツールとして使用しながら論理的説得的に進める。で、最後に順法ですね。まあ、法律を守るということです。日本においては、違法な行為っていうのはおそらくほとんどうまくいかないですね。良くない結果を及ぼすであろうと想像しています。なので、まあ、現在のところは順法をしっかりするということですね。で、これを、まとめたものがリブの団体訓になります。で、この3つを心がけてやっています。で、一つは先へですね。で、迷ったりだったりとか、なんかいろいろなストレスに苛まれただったりとか、道を見失った時もそうです。とにかく先へ進むということですね。それは自分で勉強するだったりとか、知らない場所に行く、新しい分野を調べてみるだったりとか、とにかく先へっていうことを心がけるということ。次の王道なんですが、王道っていうのはもうまっすぐそこに行くということです。例えば動物解放を目指すんだったら、寄り道はしない、いろんな工作をしないってことです。まっすぐそこを主張してそこに向かっていくという、そういう態度です。で、最後は面白いことをやれなんですが、これは文字通りその楽しんでやれということです。そのしかめ面して苦しんで、目的を達成するしても、楽しんでいろいろ工夫して、目的を達成するしても、達成は同じなわけですね。としたら、楽しんで達成した方が当然いいに決まってますし、私自身は楽しんで活動した方がより目的に達成するスピードっていうのは早いと思ってるので、面白いことをやるという団体訓を作っています。で、ワークフローです。で、これまで何回か述べてきましたが、我々はこの、事業実行フローを実践しています。で、今回はですね、イルカ問題を例にこれを見ていきたいと思います。まず第一ですが、情報収集で第二の分析は、これまで述べてきたようなことになります。で、これまで述べてきたことを踏まえて、目標は2035年までにイルカ漁を終焉させるという目標を立てています。
で、これは実際は野心的な目標ですが、一つ一つ積み重ねることによって達成可能であろうと、しています。で、戦略に関しては、今日話してきたように日本的価値観にフィットした活動を行うということで、もう一つは現在いる活動家の数っていうのは限られているし、才能も限られているんですね。なので活動家を増やして、その活動家全体のレベルを引き上げるという戦略を取っています。で、この2つを達成するために何をやるかということで、実行する事業なんですが、一つは陳情書、有益なコンテンツの作成、書籍、イルカ解放を書くことになります。で、これを一つ一つ見ていきたいと思います。で、陳情書、これは和歌山県庁に提出した時の写真です。この陳情書っていうのは、そのイルカ業っていうのは、イルカ追い込み業は赤ちゃんとか子どもも同時に殺すことができるんですね。で、ただ殺してはいけないという規定もあるんですよ。それが厳密に守られてないことが問題なんですね。なので、それを厳密に守るようなことを求める陳情書を出していきます。で、これの目的は、その徐々に産業を縮小させていくという目的になっています。で、もう一つは、その赤ちゃんとか子どもが殺されているという、まあ、そのショッキングな事実を世間に公表することで啓発につなげるという目標になります。で、次が、まあ、有益なコンテンツの作成なんですが、これは活動家を育成するためのコンテンツとして位置づけて、作成しました。で、イルカ業調査完全ガイドというものなんですが、これはこのガイド、これウェブサイトで見れるので、ぜひ読んでいただきたいんですが、これを見ていけば、どうやって行けばいいか、どこに泊まればいいか、何を食べればいいか、調査の日が何時に起きて、何時にどこに行って、次にどこ行って、最後はどうやって締めればいいか、あるいは胎児のどこにいるかがいるかといった、全てを網羅したガイドになっています。で、このガイドの目的は、その一歩踏み出せない人々がこのガイドを見ることによって自分で行こうと思ってもらう、あるいはもともと他の分野の活動家で、じゃあ行ってみようと。で、行ったら、実際に見たら心が動くんですよ。なので、その活動家をイルカ解放活動に、協力していただくと。そういったことを目的として、このガイドっていうのは作っています。で、最後が、本ですね。イルカ解放です。で、これは、もう活動家向けの本です。活動家に必要な知識が全部詰まった本を今執筆中です。で、この本の目的は当然ながら活動家のレベルの向上、つまり、その論理的に根拠あった上で社会を説得できる活動家を増やすことにです。で、これはですね、まあ、まだだいぶ時間がかかるんですが、必ず完成させて、イルカ解放活動に、貢献したいと思っています。はい、ではまとめになります。まとめは、最初にお伝えしたこの結論になります。もう一度読み上げますね。西洋的価値観で行われる活動にはポジティブな面とネガティブな面がある。私たちは西洋的活動を参照しつつ、自国自文化の価値観や社会を分析し、活動手法を開発し、情報収集、分析、目的、戦略、実行、評価のフローに基づいて先へ進むというものになります。で、皆さん活動されている方々はですね、それぞれ不利な状況だったりとか、障害だったりとか、まあ、怒りだったりとか、人員不足だったりとか、まあ、様々なネガティブな側面を感じながら活動されていると思います。
まあ、それを我々は進化させていく必要があるわけですね。この AACA もそれらを進化させていくための、イベントです。で、まあ、それぞれの国、国民性だったり民族性だったりとか、超共同体ごとに、まあ、いろんな多様性があるわけですね。その固有の価値観を、まあ、駆逐していく方向も、まあ、ありだとは思うんですが、実際は新しい価値観と古い価値観が融合しながら変化していくという、過程を経ると思います。なので、まあ、その西洋の活動家っていうのはもう圧倒的な先輩だし、圧倒的な知識と、手法の積み重ねがあるわけですね。なのでそこを学びながら、その独自の活動手法を開発していく、そういう段階にあると思っています。で、そのことによって我々は確実な成果を出していくことが社会的にも求められていると思います。はい。ね、それを実現するのに重要なフローっていうのが、この情報収集であり分析であり、それに基づく目標設定と戦略設定、そして実行、それら全てを評価する、このフローだと思っています。以上、今日のプレゼンが皆さんに役立つことを希望しています。もしこのプレゼン資料が欲しい方はですね、最後に、メールアドレスを、出しますので、請求していただければお送りさせていただきます。はい、以上です。ご清聴どうもありがとうございました。があります。胎児庁では昔から捕鯨に関わっている家庭が多いとおっしゃっていましたが、近年で例えば若者の間でこのイルカ問題に対して何か変化は見られますか？捕鯨という伝統や漁を主とする生活を変えたいと思うような姿というのは若者の間で特に見られますかということです。胎児庁に若者がそもそもあんまりいないっていうこと、高齢化が進んでるんですよ。で、まあ、子どもたちはいますが、まあ、実際はその胎児庁っていうのはその外から見ると一枚岩になってて、全ての人がそのイルカ漁を推進してると思うんです、思われるんですが、実際はですね、その地元の議員の方に聞くと、ほとんど人はもう関心がないということでした。で、人によってはですね、ちょっと聞くと、いや、実は反対してるんだっていう人もいますし、まあ、特にそのイルカ漁のなり手が今いない状況なんですよ。なので、イルカ漁のなり手がいないので、他の自治体から連れてきたりとかしてるような状況なので、まあ、状況的にはもう若者っていうのはイルカ漁から離れてますし、あるいはイルカ肉を食べるというところからも離れつつあるという状況になります。以上です。ありがとうございます。それでは、次に、はい、ピン、台湾のピンから質問があります。一般社会はイルカ漁についてどう思っていますか、うん、イルカをレスキューするようなグループはありますか。で、それに加えて私も疑問に思っているのが、陸上動物と違ってやっぱりイルカとかってレスキューが難しいと思うのですが、例えばレスキューなどをする上でそれを阻むような壁というものはどのようなものがありますか。一個一個言ってもらっていいですか。すいません。日本社会、一般社会はイルカ漁についてまずどう思っていますかっていうことと、あとイルカをレスキューするようなグループは日本にはありますかと、そして、まあ、そのレスキューをする上でどの一個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 言ってきますね。わかりました。すいません。お願いします。はい。最初が、すみません、最初が一般の社会はイルカ漁についてどう思っていますかという質問です。一般の社会はですね、イルカ漁についてほとんど知らないと思いますし、関心もないと思います。以上です。
次の質問が、レスキュー、イルカのレスキューをするようなグループはいますかという質問です。イルカのレスキューをするグループはないですね。あ、ない、ない要因としてはまずそのイルカの問題がそもそも知られていないってことと、まあ、そこまで予算と実行力のある団体が残念ながら日本にはないということです。で、我々そのあるその自治体と交渉してイルカの保護施設を作ろうとしてたんですよ。ただやっぱりなかなかその難しいですね。行政はどうやってその湾を借りてそこでイルカの保護施設を作る必要があるんですが、その湾を使うためには行政の許可が必要なんです。なのでその行政に行ったりとか、あるいはそこの議員とかと話し合ってそこを使わせてほしいという交渉をしたこともあるんですが、うまくいきませんでした。そうなんですね。なんかやればできるっていう感じなんでしょうかね。なんかカナダとかだとアニマル、イルカのためのサンクチュアリーみたいなのを作る動きも出てきてるみたいなんですけど、日本でもまた見られるといいですね。い次やの質本問。当、はい。すいません。あ、いえいえ、どうぞ。あ、すいません。あと時間がちょっと押してるので、次の質問に入りたいと思います。はい。エリーさんからで、捕鯨イルカ漁に長くの間関わっている人にとって、よりサステイナブルで動物を傷つけないビジネス、仕事などは何がありますか？そうですね、なんか、動物の産業に関わっている人に対して、まあ、トランジッション、他の仕事に例えばついてもらうっていうようなオプションみたいなのっていうのは、どんなものがありますかっていう質問です。太地町のイルカ漁師に関しては現実的なのは漁業ですね。なのでいずれ、動物の犠牲は生むことになります。太地町っていうのは本当に、まあ、交通が不便で、しかも土地が狭いから農業もあまりうまくできないんですね。なのでそのイルカ漁師の人たちが特に高齢化しているので、まあ、やるとしたらもう引退か、あるいは漁業になります。実際ね、すべての動物産業に関してそのトランジションを考える必要があって、とすればおそらく一番有効な方法っていうのはベーシックインカムだと思っています。なのでそのベーシックインカムに関しては、まあ、アニマリズム党の方でやろうかなと思っています。以上です。なるほど、ありがとうございます。私も太地町に行ったことあるんですけど、やっぱり山に囲まれてて、他の農業とか全然できないような系なので、難しいですよね。いろんな方法でなんか変えていけたらなっそてう思ですね。います。最後の質問になるんですけど、私たちの、テックルーからの質問で、アイスランド、ノルウェーと日本の活動家が、まあ、その捕鯨などに関して、一緒に活動するというようなことはありますかみたいな、ありますかという質問があるんですけど、その可能性みたいなのっていうのはあると思いますか？アイスランド、そうですね、アイスランドと直接はないんですが、まあ、ただその外国人活動家とか、あとスイスの団体だったりとか、まあ、アメリカの団体とか、あんまり表立って、太地町の活動をしてるとは言わない団体とはいろいろやり取りしながら進めている部分はあります。あ、カオこさん、の、はい、ここの、れは、私、キックオフの時だけだと思ってたんですけど、ここでもポール、いいです、いいもしでよかす。ったら、大丈夫です。質問、あ、いや、大チャッ丈ト夫でボックす。スに。あ、わかりました。すいません。まずですね、動物党とはということなんですが、まずこれは世界の動物党の、アイコンに
なります。動物を簡単に説明しますと、政治的に動物を保護することを目的とした政治団体のことになります。それぞれの動物の党の主張っていうのは、まあ、違ってまして、動物福祉から動物解放まで様々になります。動物党の年表がこれになります。本格的な動物党ができたのは1993年ドイツの党になります。2002年、オランダで動物のための党ができました。この動物のための党が現在の世界の動物党のリーダーになります。この、動物のための党はですね、現在、2017年時点ですが、国会議員5人、地方議員23人、現在ではヨーロッパ議会にも1人議員を輩出しています。でそこからヨーロッパを中心に各国で動物党が設立しまして、2019年、我々、日本でアニマリズム党を設立しました。で現在、アジアでは動物党はアニマリズム党だけになります。で地理的分布なんですが、やはりヨーロッパ中心ですね。あと北米大陸とオーストラリアにあるという状況です。でアジアにはまだない状態ですね。で、まあ、これはですね、活動が不明な団体含めて、ヨーロッパに19団体、北米大陸3団体、中東2団体、オーストラリア1団体、アジア1団体となっています。なお、ヨーロッパにはですね、アニマルポリティクス EU という、動物等10団体の連合があります。いつかアジアでもこういう連合が作れたらいいなと思っています。この市民活動と政治活動に関しては、先ほど、お話しさせていただきましたが、まあ、このアニマリズム党っていうのは、この政治活動の方ですね、法律を裏付けとした動物の権利を目指すこと、そして市民活動のバックアップをするということになります。党名であるこのアニマリズムの定義なんですが、これは新しい言葉ですね。この新しい言葉の定義なんですが、読み上げます、動物を倫理と権利の対象とし、尊厳と自由を保障すべきであるとする主義であり、動物を社会に包摂するための指針となっています。で、このアニマリズムを実践する人をアニマリストと呼びます。でアニマリズムとビーガニズムの違いなんですが、ビーガニズムというのはあくまでも個人のライフスタイルになります。なので個人の選択ですので、ビーガニズムを選択しない人は必ずいるわけですね。そうなりますと必ず動物の搾取が行われ、終わることはないということになります。故に社会として動物を守って包摂するための概念が必要になります。それがアニマリズムですね。でこれは権利によって動物を守ることによって動物を社会の一員とする、包摂するという目的を達成することによってこのアニマリズムの社会が達成されます。つまり、私たちが目指すゴールっていうのは、個人的にはビーガニズム、ビーガンで、社会的にはアニマリズムによって達成されます。で動物党を作りませんか。私はですね、そのアニマリズムと、アニマリズムっていう概念だったりとか、動物党の設立について、皆さんの国で話し合って、できれば設立していただきたいと思っています。私の夢は動物解放です。で皆さんと共に動物を解放する日を迎えたいと思っています。その日は最も美しい日となると思っています。動物を解放しましょう。はい、以上で、ブレイクアウトルームに
に入ろうと思うんですが、カホさん、お願いしていいですか。はい、ありがとうございます。Okay, so now we're going into a breakout room session. This session will be by country. So if you haven't renamed yourself and haven't added to your country, please do so now so we can assign you to the correct room. So the discussion topics for this session is considering the establishment of the default animals. One, if there's a possibility of establishing one, please create a roadmap and tasks up to the establishment. And if it's not possible to establish a political party for animals, then make a to-do list by itemizing the proposals that are expected to have political results. We talk about, like, in our countries, there's still not a large amount of people working towards animal rights in politics. So we thought that it would be a good step is to first make sure that more people get involved. So more in a social activism to make people realize that the problem that exists. And then when we reach a bigger amount of people, we will be able to create more pressure in politics. And in my case, I told them about in my country, we are founding the Uruguayan Vegan Association. So I think that's a really a really big step because it will allow us to speak directly with politicians, institutions, and in a more formal approach and not like normal activism that we usually do, which is more direct and more centering people. And so I think an association is a good step towards getting more involved in politics if creating a party is still like a difficult idea. はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではちょっと時間が来たのでラップアップさせていただきます。Thank you for working for sharing. Okay, so thank you so much everyone for attending and staying at the very end, and thank you Minato for